こんにちは、アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は早めに備えよう水槽用ヒーターの正しい選び方について解説したいと思います。でここ最近ですね、特に朝晩の温度の冷え込み、気温の冷え込みがですね厳しくなってきて、寒暖差がねすごく大きな時期になってきましたよね。朝とかも早朝とかもね、急に寒くなって目が覚めるみたいなねこともね多々あるかと思うんですけども、水槽の中もやっぱりこの寒暖差っていうのがやっぱりあってはいけないことなんですよね。でそれなぜダメかというと、わさび水草チャンネルの他のところですね、でも解説はしてるんですけども、水槽の水をピカピカにする方法とか、油膜を消す方法とかいったところのシリーズの動画にも、でも触れてるんですけども、そのあたりですね、まだ見ていただいてない方は先に見ていただいた方がちょっと分かりやすいかなと思うので、ぜひチェックしてください。でですね、その寒暖差についてなんですけども、水温の変化があるとなぜダメかというと、やっぱりバクテリアにすごくダメージが受けるんですよね。でバクテリアがダメージ受けると、バクテリアがそのまま死滅しちゃって、それが油膜として出たりとか水槽環境が悪くなったりとかするので、水温といったのは、年中通してですね、ベストとしてはもう一定に保つってことが一番大切なことなんで、この時期はですね特にヒーターはね早めに備えていただくといいんですよね。日中にね25度あったとしても、朝晩はねどれぐらい下がっているかっていうのがね、なかなかねずっとね24時間水槽監視してるわけじゃないので、わからないと思うんですけども、やはりこう朝晩の冷え込み対策のために早め早めにヒーターは入れていくってことがとても最大切になると思います。で今回はですね、もうそろそろヒーターをね入れる時期に来ましたので、ヒーターのね正しい選び方っていったところについて解説したいと思います。で各メーカーはですね、ヒーターいろいろ出してるんですけども、結構こう選び方ってね皆さん分かりにくいと思うんですよね。何がどう違うんだろうみたいなね。であるいはですね、水草水槽にとって一番いいマッチするタイプのヒーターはどんな形状のものが一番いいんだろうかっていったところっていうのは、とても皆さんね疑問に思われている方が多いので、そのあたりね今回の動画でね解決していただければと思います。で大きく分けますと、各メーカー同じパターンで出してましてヒーターは3種類あるんですよね。でそのうちの3種類今回ちょっと前に並べてるんですけども、今回ねちょっとチェックさんのヒーターを例にちょっと解説するんですけども、まずですね1点ずつメリットデメリットについて、3点解説していきたいと思います。まずこちらですね、一番シンプルなタイプで、いわゆるオートヒーターって言われているタイプですね。でこちらのタイプのまずメリット、とてもシンプルです。要はこのまずこの本体ですね、ヒーターの本体を水槽の中に入れてコンセントをつないだらもう終わり、それだけで、もう勝手に水温は自動的に制御されるってことですね。なのでケーブルもね1本だけしか入らないんで、とてもね目につくっていうのも、本体もちろん目につきますけど、あんまり煩雑さがないというか、とてもシンプルに設置できます。逆にデメリットは何かというと、温度固定式っていうのがちょっとポイントで、このヒーターですと26度に固定されるんですよね。なのでもうちょっと下げたいなとかね、もうちょっと上げたいなってなった時に、制御ができないと、これはですね非常にデメリットになってきます。というのが水草水槽の場合ですね、26度でも別に悪くはないんですけども、例えばボルビティスとかミクロソリウムとかシダ系をね多用されている方とかだと26度はちょっと高いんですよね。シダ植物にとってはできれば23度ぐらいで保ちたいと。あと電気代のこともね考えると真冬って26度まで上げる必要そんなにないので、23度24度っていったところで制御されるのがいいのかなっていったところですね。であと一般的な水草、そうですね、シダ系以外に関しましても熱帯魚よりもちょっと低めぐらいの方が調子がいいので、そのあたりこのヒーターだと温度下げたいなと思った時に下げられないと。これがちょっとデメリットの方になります。で次にこちら、サーモスタットヒーター一体型と言われているタイプですね。でこちらはですね、簡単に言いますと、こちらの、先ほど説明したオートヒーターにプラス温度調整ができるっていった機能がついてます。でメリットについてはですね、これと逆なんですけど、温度調整ができて水草に最適な温度に設定できると、ここはもうポイントが高いですよね。でなおかつ、
サーモスタットとヒーターが一体化になっているので、シンプルです。ケーブルこれも1本です。要は水槽の中にヒーター入れて、で途中にサーモスタットの、コントローラー、温度調整のコントローラーがついてて、で最後にコンセントさすと。とてもシンプルで、なおかつ調整ができるといったところがポイントですね。でデメリットは何かと言いますと、こちらのタイプに比べるとちょっとお値段が、上がってしまうといったところですね。もちろん温度が調整できるので、その分、コストが高くなると。このあたりがちょっとデメリットかなといったところですね。で次に最後、3点目。こちらヒーター交換可能タイプといいまして、ヒーターはですね、やっぱり、寿命といったものがあるので、切れたらね、もう魚とかね、死んじゃう場合があるので、切れる前に交換するっていったところで、消耗品ですね、いわゆるね、ヒーターの場合。なので、定期的に交換していかないといけないんですけども、こちらのヒーター交換可能タイプですと、メリットとしては、そのヒーターだけの部分を切り離して、また新しいヒーターを買えば、そこだけ交換できるということですね。要はサーモスタットがそのままで、ヒーターだけ交換できると。このあたりですね、ランニングコストが、落とせる。ここはメリットですね。で、デメリットとしましては、こちらね、ヒーターと、サーモスタットが分離タイプになっているので、1本ね、ちょっとサーモスタットのセンサーのケーブルがね、ちょっと入っちゃって、水槽の中に。ちょっとこうケーブルが目障りかなっていったところが、デメリットになりますね。このあたりですね、この後、1点ずつね、中身がどうなっているのかっていうのをね、最後にちょっと簡単にね、お見せしますので、最後までぜひ見ていただければと思います。で、結局のところ、じゃあどれがおすすめですかってね、普段お客様も、よく自分に聞いてこられるんですけども、わさび的にはですね、こちらをおすすめします。真ん中ですね。というのはなぜかというと、通常考えるとランニングコストを落とせるので、交換費用ですね、落とせるので、このヒーター交換可能タイプがいいかなと思われると思うんですけども、実はですね、サーモスタットが壊れちゃう場合っていう可能性もあるんですよね。これね、ヒーターはもちろん交換しないといけないんですけども、ずっと一生サーモスタットがそのまま使えるって保証はどこにもないので、結局のところ、サーモスタットも壊れる前に交換した方がいいんですよね、安全のために。そうなると、じゃあこれコスパいいですかっていう話にもなってきますよね。ちょっとハテナマークがつくかなっていったところですね。もちろんね、サーモスタットだけ交換するっていうのもあるんですけども、両方同時にこう壊れたら結局買い替えになってしまいますし、そのあたりもですね、ちょっと、そこまでコスパがいいかなっていったところにちょっと若干ハテナマークがつくので、こちらかなって感じですね。これだとですね、もうサーモスタットとヒーター丸々新品交換していくので、やっぱりこう安全ですよね、生き物のことを考えると、もうサーモもヒーターも新調して、また、しばらくそれでいけると。なので、なおかつ先ほども説明しましたけど、ケーブルも1本しかないので、こちらだと、センサーがもう1本ついちゃうので、ちょっと、ケーブルだらけと。これ見た目もシンプルで、安全性もね、非常に、買い替えしていただくと安全性も高いと。そういった意味でですね、こちら、サーモスタットとヒーター一体型。これに1票を入れときます。はい。な感じですね。この後ですね、ちょっと中身の方どんな感じになっているかっていうのをお見せしたいと思います。では中身の方をチェックしていきたいと思います。で、まずですね、先ほどの順番と同じに説明しますね。まずこちら、一体型ですね。全部勝手に温度が調整されるって26度に固定されるタイプですね。もう本当にシンプルですよね。本体があって、あとコンセントがあると。この1本だけで全部、温度が制御できると。特に26度でね、設定が問題ない方にとっては非常にね、コスパもいいですし、シンプルで見た目もスッキリしてていいかなと思います。で、次にこちらですね。わさびおすすめのタイプの、ヒーターですね。で、こちらですね。こちら本体ですね。で、これケーブルは1本なんですけど、すいません。ちょっとごちゃごちゃになってますけど、1本です。で、途中に、こういった感じでですね、コントローラーがついてて、最後コンセントを挿すと。これも本当にシンプルですね。途中にこのコントローラーがついてて、このコントローラーのサイズも非常に小さいですね。かなり、シンプルに設置できて、温度も管理できるっていったところはメリットですね。次に、最後ですね。こちら、分離型のタイプですね。なので、見た目の通り、ここにヒーターはヒーターで分離してて、切り離せると。で、こちらはサーモはサーモで、ベッドあると。こんな感じで、別個になってるので、ヒーターだけ交換できるっていったところメリットですね。で、あとですね、
ここですね、説明ちょっとしたんですけど、先ほどこのセンサーケーブルですね、ここね温度感知センサーがあるんですけど、これがね別途あの水槽に入っちゃうんですよね、1本なので、これプラスなおかつこのヒーターのケーブルも入っちゃうので、ちょっと2本ね水槽の中に入ってしまっていたところがちょっとデメリットかなっていった感じですね。あとコントローラーのサイズもですね、まあ比べてみると非常にこう、こちらの方が大きいですね、こんな感じですね。なのでまあ割とこの調整とかはね非常にやりやすいんですけども、そのあたりねちょっとご要望に応じて選択していただければと思います。まあ、こんな感じですね。で最後に番外編としてなんですけども、水槽の中にむしろもうヒーター自体を入れたくないって言ったね方も非常に多いと思うんですよね。まあヒーターの本体はですねどうしても見えちゃうので、ケーブルの方はね先ほどちょっと種類選んでもらったらマシにはなるんですけども、本体はね必ず入ってしまうんですけども、もうそれすら入れたくないって方もおられると思うんですけども、まあ、そういった方にはですねちょっといい商品がありまして、まあ、こちらですね。まあ、全水さんの、まあ、手軽っていった商品なんですけども、まあ、こちらですとね、温冷両方いけまして、冬はヒーターとして作動して、夏場はクーラーとして作動すると。まあ、ただ使用にはですね、外部式フィルターが必要になってくるので、まあ、その間にね、この本体を挟んで使うっていう形にはなるんですけども、まあ、非常にこうね、中に煩わしいヒーターがなくなるので、とても、画期的な商品だなとは思います。ただですね、使用できる水槽サイズに制限があるので、まあ、小型水槽限定という形になってしまうので、そのあたりですね、またね、ご要望があればですね、手軽のこの辺についても解説はまたしたいと思うんですけども、こういった商品もね、最近では出てきているので、ね、それぞれ皆さんの、ご要望に、あったものを、チョイスしていただければと思います。で、今回ですね、ご紹介しましたヒーターとかね、こちらの商品なんですけども、詳しくね、情報を知りたいって方は、解説欄のね、当店の動画の下の、この動画の下の解説欄のところにリンク貼っておきますので、そちらからね、チェックしていただければね、まあ、どういった商品かといったところも見ていただけますので、まあ、ぜひ、チェックください。はい。まあ、このような感じでですね、今回はヒーターのについて解説したんですけども、やっぱりポイントはですね、もうとにかく早め早めに、準備をするっていったことになります。で、やっぱりこう、水温がね、下がってからではやっぱりちょっとね、あまり良くないので、この時期ですね、まあ、たとえね、水温が上がったとしてもね、ヒーターね、暑いなと思ったら勝手にね、落ちるんで、そのあたりはね、心配いただかなくても結構なので、とにかく早め早めに入れていただくと、まあ、このあたりが重要かなと思います。ではね、今回の解説もね、もし、参考になったって方がおられましたら、ぜひ、わさび水草チャンネル登録いただければ嬉しく思います。で、またですね、応援がてら、いいねマークを押していただければとても嬉しいです。ではね、これで今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。